休日の勉強の仕方。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、まあ、休日、どうやって勉強するのか。時間はあるけれども、その時間をうまいこと使えずに、あまり勉強ができなかったっていうことないでしょうか。まあ、だらだら勉強、やってもだらだらやっちゃったとか、結局、時間はあるけども勉強できなかったとか、意外と、あると思うんですよね。まあ、私自身もやっぱり、受験生だった時ってありました。普通に、会社にね、出勤してる日の方が勉強できて、逆に休みの日っていうのは時間はあるけれども、あまり勉強できなかった。こういったことってあったんですよね。で、これをじゃあどうやって解決していくのか。休日だったらもっと勉強できるはずですよね。どうやって勉強時間を増やすのか。こういったところをお伝えしたいと思います。まずなんですけども、やることっていうのは3つあるんですが、一番最初は、いつからどこで勉強するのか。っていうことを事前に決めておくってことです。いわゆる、いつから勉強するのか、例えば朝10時から勉強するだったりとか、昼の12時から勉強するとかっていうふうに、ちゃんと時間を設定しておく。また、勉強場所も決めておく。まあおそらくもうね、勉強ってこれまでずっとやってきたと思うので、どこで勉強ができて、どこで勉強できないっていうのは、ある程度自分自身の中であると思うんですよ。例えば、図書館だと集中して勉強できるけども、家だと勉強できないとか。まあ、逆に、家だったら勉強できるけれども、他のところだと勉強できないとかってあると思うんですよね。なんで、まあ、勉強場所っていうのは、自分自身が、集中してね、勉強できる場所っていうふうに考えてください。で、まず、決めましたよね。例えば朝10時から、図書館で勉強するって決めたのであれば、ちゃんとここで、タイマーを使うと。なんて言うんだろう。まあ、最近スマホで、予定表、Google、例えば Google カレンダーとかを使うと、その10時前にアラームを鳴らしたりだとか、通知の設定ができたりするんですね。だそういったものを使うってことです。30分前になると、まあ、スマホの携帯が、まあ、ブルブルブルって震えたりとか、まあ、メールが来たりして、まあ、図書館で勉強みたいな感じで通知が来るわけですよ。そうすると、ああ、勉強しなきゃいけないなってわかるわけですよね。まあ、こうじゃなかったとしても、まあ、手帳を使うでも全然構いません。毎日手帳を見る習慣があるのであれば、手帳に記載しておくとか、それでも全然構わないです。まあ、まずは、いつからどこで勉強するかっていうのを決めておく。で、勉強を始める前に、1回あたりの、この目標を決めておく。1回あたりっていうのは、ぶっ通しで4時間勉強しろって言われても、これ難しいですよね。だから、まあ、30分から1時間ぐらいの間ですかね。まあ、1時間半集中できるっていうのであれば、1時間半でも全然いいです。で、ここで、時間で区切るというよりも、勉強量を目標にした方がいいと思うんですね。つまり、10問やるとか。で、大体10問やるのに、30分かかるとか、まあ、40分かかるとか、10分でできるとか、大体わかると思います。おおよそ。おおよそでいいです。だから、例えば10問を、だいたい、40分から1時間ぐらいの間にできるなと思うのであれば、まあ、10問っていう設定でも全然構わないです。で、その目標設定をして、勉強を開始するわけです。で、10問やりますよね。もしかしたら、ちょっと1時間ちょっと超えちゃったりするかもしれないです。まあ、そういうものは、まあ、気にせずに、とりあえず目標達成することが重要なので、10問って決めたのであれば、まあ、10問やると。で、やったら次どうするかっていうと、休憩挟むわけです。で、ここの休憩がすごくポイントになってくるんですけども、休憩の時のルールを決めないと、この休憩時間がすごく長くなっちゃうんですね。例えばテレビをちょっと見ようと思ってテレビ見出したら1時間とか2時間経っちゃったとかってなるんですよ。だからここでちゃんとルールを決めておくってことです。私がやった方法は15分の休憩って決めたんですね。だから、例えば、洗濯をするにしても、15分の間でやるんですよ。で、15分のタイマー設定をして、勉強終わりますよね。勉強終わったら15分のタイマー設定をして、で、洗濯物をまとめて、洗濯機入れて、開始のボタンを押すとか。または、シャワーを浴びるとか。私の場合は、15分あったら、シャワー浴びて頭乾かすとか、そこまでできるんですね。
だから、まあ、15分で私は設定してるんですけど、まあ、人によっては20分かもしれないです。シャワーを浴びるときだけ、ちょっと余分に30分に増やす。でも全然構わないです。重要なことっていうのはちゃんと決めておいて、タイマー設定をするってことなんですよ。だからその時間内に全てを終わらす。仮眠を取るでもいいです。仮眠を取るのであれば、その15分の範囲内で仮眠を取る。ってことですね。洗濯物をやって、だいたい5分ぐらいで、まあ、まとめてね、入れて、ポチッと押すだけなんで、その5分でできるんじゃないですか。で、その後の10分で、ね、仮眠をするとかでも全然構わないです。まあ、そういうふうに、ちゃんと、区切ると。時間管理をちゃんとやっていく。で、タイマーが鳴りますよね。ピピピピって鳴ると。まあ、鳴ったらまたすぐ、勉強に入るわけです。まあ、10問って決めたのであれば、また10問やると。で、これを繰り返していくんですね。で、そうすると、こういったことをやらずにね、日々、休みの日を過ごしていた日よりも、これをやった方が、早い段階で、また、よりたくさん勉強できます。例えば、まあ、10時から開始したと考えましょう。10時から開始をして、まあ、10時、まあ、45分でここが終わると。そうすると、まあ、15分休憩取るので、11時からまたここから始めるわけですよね。で、ここでもう10問できてるわけです。で、11時からまた始めて45分で10問やるわけですよね。で、休憩挟むと。そうすると、もうこれで12時ですよね。で、12時からまた1時間ここ使うと。すると、また10問できるわけですよ。で、1時になりましたと。まあ、15分休憩入れて1時。で、さらに、ちょっと昼食入れて30分入れましょうか。だからちょっと45分の休憩になるんですけども、まあ、30分休憩プラスアルファして昼食の時間入れました。まあ、その間で仮眠してもらっても全然構わないです。1時半から次は開始するわけですよね。まあ、1時半から開始して10問解いて、ここ終わるのが大体、2時15分とかなのかな。で、ここ行って2時半とかになるわけですね。これで1時間なんで。これ45分と仮定してるのでね。で、だいたい2時半とかまでで、こう見ての通り40問解いてるわけですよ。そうすると、これ以降っていうのは、じゃあ、もう、なんだろう、まあ、遊びに行こうかな、だったりとか、ショッピング出かけようかなっていうふうに有効に活用できるわけですよね。こういったことを決めなかったら、おそらく、この40問解くのに、だいぶ時間かかってたと思うんですよ。その日をいろんなことにちょっと浪費しちゃったりして、この間でテレビをダーダーダーって見ちゃったりしてね。で、結局、この40問さえできなかった可能性もあるわけですよね。このように時間をバババって区切ってやっちゃうと、比較的短時間で勉強を終わらすことって可能なんですよ。これについては私自身もやってたんで、まあ、すごくわかるんですね。これをやることによって、比較的早い時間帯で、目標達成することができるんです。まあ、1日例えば40問って言ったらこれで OK ですよね。まあ、50問って言ったらもうちょっと時間かかりますけれども、結局、こういったことをやらない時よりも、50問達成するまでの時間っていうものは、早く終わるし、時間を有効活用ができると。まあ、いい話なんですね。なんで、ぜひですね、このやり方、使ってみてください。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ、今すぐ、下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や、毎日3問、過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。